徳島県海陽町。非常に山深い場所に、今回ご紹介する龍神様の聖地と言われる場所がひっそりと存在しています。この場所に行くには車がすれ違えない非常に細い山道を長い時間かけて進み、さらに車を降りてからも急な山道と階段を登っていかないと到達できません。まさにそこは神様に呼ばれた人だけがたどり着くことができる神聖なる聖地そのものなのです。そして神社からさらに進むと、龍神様が守ると伝えられるあまりにも神々しい神秘の滝が存在しています。岩の奥に滝があるため、水の量が少ないと全く見ることができず、逆に水の量が多すぎると大量の水しぶきで滝が全く見られないという、せっかくここまでたどり着いてもその姿さえ見ることができない、そんなことも頻繁にある、まさに神秘の滝。見られるだけでも大変幸運な滝なのです。そして今回その美しい滝が見られただけではなく、なんととても不思議な場所に虹が出現したのです。非常に神々しく、思わず涙が溢れてしまった感動の虹を皆様にもお届けいたします。
それでは、ここからは、さらに、山道を進み、龍神様のいらっしゃる、神秘の滝へ向かいます。
この時、滝に虹がかかることを期待していたのですが、残念ながら滝に虹は出ませんでした。しかし、帰ろうとした時、驚きの場所に虹が出現したのです。非常に薄い虹ですので、目を凝らしてご覧ください。はい、ということで今回は徳島県轟本滝神社をご紹介いたしました。こちらはですね、私前からずっと行きたい念願の神社だったんですね。で、今年やっと行くことができました。で、本当にですね、山の中にある場所でして、だからこそのですね、神聖な空気、そして大自然の美しい波動にあふれた、とても本当に素敵な場所でした。で、私が行った時にですね、神社に宮司さんがいらっしゃって、とても素敵な方でいろいろなお話をしていただきました。で、中でも印象に残っていますのが、毎年秋にですね、11月第2日曜日に例大祭が行われているんです。で、その時はですね、あの滝の岩の奥にあるですね、滝壺に、おみこしを担いでですね、入っていくらしいんですね。で、あそこですね、滝壺はですね、かなり深いということで、危険を伴う場所でもあるそうなんですけども、そこにね、おみこしを担いで入っていくということなんですね。で、おみこしを担ぐ方々はお祭りの日の前に何度かあの滝にですね、先に入りまして、そして体をみそいで、その後の清らかな状態でお祭り当日おみこしを担ぐということをおっしゃっていました。で、このようなね、例大祭の時とかはですね、確実に龍神様とか龍さんが集まってきますよね。それは本当に感じるんですね。ですので、いつかぜひ、11月ね、行ってみたいなというふうに思っております。さあ、そしてもう一箇所プラスでご紹介したいんですけども、神社の方からずっと滝の方に降りていきまして、右のね、滝に行かずに手前に戻って少し行きますと石碑があるんですね。で、そちらにも龍神様がお祭りされています。こちらもぜひ参拝していただきたいなと思うんですけども、さらにですね、川の奥にちょっとね、こう何でしょう、穴のようなものが見えましてですね、で、何だろうと思ってちょっと気になったんですね。あそこも何か龍さんに関係してるんではないかというふうに感じまして、それでちょっとですね、望遠レンズに変えてカメラでね、こう見てみたわけですね。そうしましたら、やはり中にこうお祭りされているものがありまして、おそらくね、龍神様がお祭りされているんじゃないかというふうに感じました。ぜひ皆様もですね、川の反対側に向かって、参拝していただくといいと思います。今回ご紹介する龍グッズなんですが、実は出落ちなんですね。出落ちとはですね、もう
パッと出した瞬間にはい終わりというようなね、そういうような商品なんですよ。見ていただければわかります。ただですね、これまあ出落ちではあるんですけども、めちゃめちゃ私お気に入りでして、沖縄のねお店で見つけたんですけども、もう一目惚れして買ってしまいました。でそのタイトルというかね、製品の名前があるんですけども、それがですね、楽屋の達っていうんですね。まあ達っていうのは龍さんの達ですけども、楽屋の達という名前の商品です。もし楽屋に龍さんがいたらどんな感じなのかなっていうのをね、ちょっとイメージしてご覧いただきたいと思います。それでは今回の龍グッズ、楽屋の達がこちらです。いかがでしょうか、この龍さん。楽屋でですね、おそらくこう肩肘をついて、ゆったりとこうくつろいでいる、そんな龍さんなんですよね。これ勝手な想像ですけど、絶対この龍さんおじさんですよね。絶対僕と同じぐらいの年のおじさんですよね、この龍さんね。だってほら、よく見るとお腹が出てるんですよ。おそらくですね、これビールの飲みすぎでね、お腹ちょっと出ちゃって、こんなところ私にそっくりでですね、私も金麦最近ねちょっと飲みすぎてお腹が出ちゃってるんですよね。私なんか最近ですね、なんか自分へのご褒美ご褒美なんてね、ご褒美が多くなりすぎちゃってですね、金麦ばっか飲んでるんですよね。ちょっと自分のご褒美もね気をつけないといけませんよね。で全然関係ない方に行っちゃってるんですけども、お話がですね、この龍さん本当に素敵でしょ。でこちらはですね、青の龍さんだけではなく白龍さんもねいらっしゃったんですね。ぜひぜひ気になる方は、これ沖縄のね国際通りのお店でね売っていたものでした。これまあ何に使うものかと言われますと、これただ置いておくだけなんですよね。楽屋の達、一家に一台いかがでしょうか。さあそしてこれ全然関係ないんですけどもね、ここでこの龍さんに出会った後、実はですね、国際通りのすぐそばにこんなホテルがあったんです。それがこちら、龍神ホテルですよ。すごくないですか。龍さんのね絵がロゴとして描かれていまして、さらに龍さんのこんなね石像もありました。で聞いたところですね、ここに昔から龍神の井戸があるということで、龍神水としてねお祭りされているんですけども、まあ、この土地にあるホテルということで龍神ホテルというね、そういう名前がついているそうですよ。まあおそらくですね、何か龍さんのね強いエネルギーをいただける場所なんじゃないかというふうに感じていますので、気になる方はぜひぜひこちらもね行ってみるといいかもしれません。ということで今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録していただけますと、新作のね YouTube がアップされた際にお知らせが行くようになっていますので、とても便利です。そしてグッドボタンやメンバー登録での応援、とても嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。